けれども、それでは休憩前に引き続き会議を開きます、学校給食センター長、はい、学校給食センター長答弁願います。すいません、先ほどは大変ややこしいことを言いました。30年度が給食センターが途中から稼働しますので、29年と31年を比較をさせていただきます。31年度が総額で3億6267万3000円、29年度が3億7609万1000円となりまして、1341万8000円、下がってまいります。以上です。了解です。それでは、教育費を終わります。それから先ほどの8巻土木費の中で訂正がありますので答弁願います。建築住宅課長。建築住宅課長、8巻土木費の中で訂正がございます。ページで言いますと204ページ、市営住宅管理利用する経費、施設維持修繕費のところで、高本委員からご質問いただいた市営住宅の抽選に、何回も外れた者はいないかというところの答弁で、先ほど、そういう方はいないという形で私説明させていただきましたが、平成27年度以降、この3年間で3回以上抽選に漏れた方が2名おられます。その方の何度も落選されているものを優先的に入居できないかというところについては現在検討中であり、引き続き検討させてまいります。検討してまいります。以上です。それでは続きまして、11巻災害復旧費、273ページから274ページまで質疑ございませんか。はい、内容ですので、次に12巻交際費、273ページから276ページまで質疑ございませんか。はい、内容ですので、次に13巻、書室金、14巻予備費、275ページから276ページまで質疑ありませんか。よし、はい、内容ですので歳出を終わります。続きまして歳入に入ります。5ページをお開き願います。まず第1巻市税、5ページから8ページまで質疑ありませんか。はい、森下委員。はい、5ページの市税のところになりますが、個人と法人ございます。個人の方が、1300万円ほど下がっておりますが、法人の方は4400万円ほど上がっておりますが、この具体的な理由が分かれば教えていただければと思います。税務課長。税務課長。はい、お答えをいたします。まず個人市民税の、調停に関しては前年までの、実績をの経過を考慮して、算出してございます。で、結果的に、大きな理由があって、落ちたというようなものではございません。それから法人についても同様でございまして、過去数年間の実績を踏まえて挙げておりますから、特に経費が後退してるからとかいうようなものでもないというふうに解釈しております。
です。はい、森下委員。はい、では法人税が法人の方が上がっているということは景気が良くなっている、毎年上がってきているわけですよということは景気が上がっているから、例えば企業数が増えているからとか、そういうことではなしに、景気の利益が上がってきているからという解釈でよろしいでしょうか。はい、結果的には、その景気が徐々にでも職名をお願いします。申し訳ありません。税務課長。税務課長。結果的には景気の動向っていうのがこの法人市民税の方には反映されておるというふうに思っています。ただ、法人の数を平成27年度から7月1日時点で、申し上げますと27年度が914法人、それから28年度で916、それから29年度で929法人という若干、法人の数も増えてございます。以上です。他にございませんか。はい、それでは内容ですので、次に2巻地方常用税、3巻利子割交付金、4巻配当割交付金、5巻株式等上等所得割交付金、7ページから10ページまで、質疑ありませんか。はい、内容ですので次に6巻地方消費税交付金、7巻ゴルフ場利用税交付金、8巻自動車取得税交付金、9巻地方特例交付金、9ページから、10ページまで質疑ありませんか。はい、内容ですので次に10巻地方交付税、11巻交通安全対策特別交付金、12巻分担金及び負担金、9ページから12ページまで質疑ありませんか。はい、はい、はい、堀内委員。はい、すいません、ちょっと太いんで教えてください。まあ地方交付税です。微妙に全てが少しずつ市民税もしっかりで減ってきている中で、交付税がこれだけちょっとあるということは、増えてるっていうことは、やっぱりそれなりの市長さんはじめいろんな方々の努力であったりとか、市行政の努力もあると思うんですけど、今後やはり人口が減ってくる中で交付税はもう間違いなく右肩が下がるという予測の中で、まあ本年度の予算以降、まあ、本来は予算委員会なんで、本年度のこの予算の骨格で聞きたいんですけど、ちょっとまあ1年、2年先、まあ、市長の、まあ、言うていいのかどうかわからないんですけど、まあ、開き姿勢2期目を迎えるにあたってのこの骨格予算の中で、今後またこの交付税がまあ減らないような努力、取り組み等とか何かありましたら、勉強させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。財政課長。財政課長。はい、普通交付税につきましては、昨年の実績が、昨年29年度の決算見込みに基づきまして、地方財政計画の見込みの率をかけて、まあ、算出したということで、昨年度29年度が比較的交付税多い年でしたので、若干多く見積もっているというようなところです。それと特別交付税につきましては、例年より若干減るような形で積算、2000万ほど減るような形で積算しておりますけれども、これの、増額ということで、一昨年から市長と総務省と私と3人で、総務省、それと県選出の国会議員さんの方に交付税要望の増額の要望の陳情というのをさせていただいております。そういったことで、平成28年度につきましては、思っていた以上に、まあ、いただけたということもありましたので、平成29年度も引き続き、要望させていただいて、増額していただけるというふうに、まあ、期待をしているところでございます。他にございませんか。
はい、それでは内容ですので、次に13巻使用料及び手数料、14巻国庫支出金、15巻県支出金、11ページから34ページまで質疑ありませんか。よし、はい、はい、森下議員。森下議員、はい、14ページの真ん中、農業使用料のエコパーク希望の里の温浴施設ですが、昨年度よりも286万ですかほど上がっておりますが、まあ、あの恵比寿温泉の方もないということもありまして、もう、まあ、温浴施設で結構利用される方も増えていると思うんで、私もたまたま日曜日この間、まあ、利用してないんですが、前の方でちょっと休憩を寄った時にはもうたくさんの方が利用されておりましてですね、果たしてこれみんな入れてるのかなというぐらいお風呂にですね入れてるかなと思うぐらい来ていらっしゃいまして、現状この今の現状で、まあ、もう増築っていうのもこれ以上できないとは思うんですが、そのあたり、まあ、逆に苦情とか出てないのかなとは思ったりもしてるんですが、そのあたりいかがでしょうか。この、もう少し例えば時間を改善するとか、今の営業時間を改善するとか、そういうことも考えられなくはないでしょうか。農林振興課長。農林振興課長、はい、確かに議員お正しの通り、非常にこう平成29年度につきましては非常にこうグラフを年度別に比べておりましても非常に増えてございます。もうすでに1月までの統計でとりますとですね、4万9302人というふうな人数が来ておりまして、まあ、約3月までに推計しますと、まあ、6万1000人を超えるのではないかなと、そのような、まあ、推計をしております。まあ、時間については、なかなかこう、地元とのお話もありますし、なかなかこう、変えるのは難しいんですけども、まあ、農産物も売れておりますし、いろんな、こう、惣菜類も売れております。で、まあ、まあ、ここの、ところにつきましては、非常にこう、地域の人たちがみんな見守っていただいておりますので、まあ、非常にこう、ありがたい施設だなと、我々も思っております。時間については、まあ、このままで、ちょっと、様子を見て、運営していただきたいなと、そのように考えております。以上でございます。はい、はい、森下委員。はい、そういう形で、まあ、橋本市にとっても、すごく、いい施設ではありますので、また改善できるところはどんどん改善していただいて、さらに収益を上げていただけるんでしたら、それに越したことはないと思うので、またこのあたりは、検討いただければなというふうに思います。つい別に、はい、別のページで、はい、16ページのですね、下、社会教育使用料の方ですが、地区公民館の使用料が30万ということで、まあ、いろいろと使用料をいただけないような団体さんもあるとは思うんですが、30万円ということではございますが、せっかく建物がありますし、また風呂も立つとは思うんですが、今現在例えば夜でもですね、使用したいという声も我々もまだ聞くわけなんですが、現在火曜日と木曜日ですかね、2日しか使えないような形になっています。で、まあ、無料だから、まあ、人員がまた人件費がかかるということかも分かりませんが、例えば使用料をいただいてでも夜開けてみるというような形をやれば、収益がまた上がるのではないかなと思いますし、あと、まあ、その人を置かないといけないのか、例えば学校施設の体育館みたいに、鍵だけお貸しして、閉めてもらえるようなことも考えられないのか、そのあたりの改善、せっかく建物があるので有効利用していただきたいですし、公民館でいうのはやっぱりこの間の一般質問ありましたように、使いたいという方がたくさんいらっしゃる中で使えないというのはこれほどどういう施設よということも聞きますので、そのあたりの改善というのはなんとかできないのかなと思いながら、この30万というのはちょっと少ないようにも思いますし、その辺使用料を取ってでも変えたらどうかなと思うんですが、その辺いかがでしょうか。中央公民館長。中央公民館長、
はい、現在、各地区間曜日は違うんですけども週2回、そして週3回というところで、夜の貸し館を行っております。ただまあその、対象団体におきましては、減免対象となっておりますので、議員おっしゃられましたように、料金の収益が上がってこないというような状況でございます。はい、はい、森下議員、今の団体さんのことをというよりも、どちらかというと今閉まっておるので有料でもいいから貸してほしいという団体さんが他にあるんじゃないかと思うんです。だからそういう方のために、夜使用料はいただきますけれども、そうやったら貸しますよというような形で、多分まあまあ条例が改正しないとこれは無理やとは思うんですけども、そういったこともまた我々もちょっと考えさせ、まあ、考えやなあかんと思うんですが、ちょっとそういうお声をしっかりと受け止めやなあかんのじゃないかなというふうにも思っておりますので、ここもまたちょっと一度またご検討いただければと思います。ちょっと断食休憩再開します。断食休憩です。はい、再開します。中央公民館長。中央公民館長、それと、もう一点、議員の方から、森下議員の方からありました、夜に、その、職員がいなくても、いいんではないかというような話もあったんですけど、そのことに、答えてなかったので、その分につきまして、館の運営としまして、特に事務室、事務所、例えば使われる方が、印刷機を借りたい、コピーをしたいとかありましたときに、館に、職員がいなくてはならないというようなところもございますので、職員を配置させていただいております。以上でございます。それはもう夜に職員の方がいないというふうなことが分かれば、その借りる方もそれが対応されると思いますので、それが理由というのであれば少し考えないといけないと思います。職員がそうやって、借りる方のお世話をしないといけないんであれば、それが理由になるかなと思いますし、そこもしかしもう少しその踏まえて、検討いただければなと思います。はい、中央公民館長。中央公民館長、はい、十分検討させていただいて、また続けたいと思います。他にございませんか。はい、岡本副委員長。はい、16ページ社会教育使用料のところで、前年と比べましてこの指定駐車場使用料というのがなくなってるんですけど、その理由だけすみません教えてください。教育総務課長。教育総務課長。はい、教育委員会部局で指定駐車場の、指定駐車場使用料を計上していたところについては、事務を一括して改善しようということで教育総務課が担うことになりました。そのことで、そこからなくなっているということです。以上です。はい、他にございませんか。はい、高本委員。22ページなんですけども、総務管理費補助金のところで、地域子どもの未来応援交付金、ちょっと私皆さん知ってるのか分かりませんね。ちょっと説明していただけたらお願いします。どういうものですか。総合政策部長。総合政策部長。はい、ちょっとこれの柔道差については後ほどご報告をさせてもらいます。後ほど。他にございませんか。置いてない。はい、
岡本副委員長。すいません、14ページの先ほどの農業使用量エコパークの希望の2等なんですけれど、前年は、月100万円かける12ヶ月で利用予定者5万人ということでして、で今月は、1月7日で4万90003月まで約6万人超ということなんですけど、それを見越しての、まあ、あの予算だと思うんですけど、その中で、こう増える要因となりました、ところというのはどういうふうにお考えなのか、まあ昨年は5万人予定のところ、まあ、6万人超えるということなので、特別なそういう、まあ、イベントごととか、ただ物品販売だけでこう、ね、6万人を超えるというようなことも考えにくいかなと思うので、その辺の見解はいかがですかね。農林振興課長。農林振興課長。はい、お答えします。特に、まあ、人数が増えているというところは非常にこう、交通の便もようございまして、まあ、大野のインターのチェンジから近いというのもございます。で、特に、まあ、口コミでですね、非常にこう、いろんなところからの、拡散もありまして、皆さん、いわゆる、まあ、旅行をされる方が、ここのエコパーク、希望の里を目指してくるというふうなことも聞いております。で、また、地域の、まあ、老人の方々が夜に行こう場として、また、お風呂に入って、会話を楽しんでいると、そういうような、まあ、場となっておりますので、そういうところから、まあ、この希望の里が、非常にこう、皆さん、よって集まっていただいているのかなと、そのように感じております。以上でございます。他にございませんか。先ほどの答弁できますか。はい、はい、教育福祉連携推進室長です。教育福祉連携室長。はい地域子どもの未来応援交付金の件ですが、これは内閣府が、子どもの貧困対策のための、交付金として、施策で取り上げていただいているもので、子どもたちの支援を、していくために、地域のネットワーク関係機関をつないでいく、そのような事業を行うことに対して支援をすると、そんなになっています。で、私どもの室の、内容自身の全てがこの事業に関わるということで、室で、必要とされる経費580万を超えるが経費があるわけですが、それの2分の1がこの補助に当たるということで、262万2000円、国の方から、補助をいただいて運営すると、室の経費すべての2分の1をそこに当てるということで、上げさせていただいています。よろしくお願いします。他にございませんか。内容ですので、次に16巻第3収入、17巻寄付金、18巻繰入れ金、19巻繰越金、20巻諸収入、21巻司祭、33ページから54ページまで質疑ありませんか。はい、今週はい、38ページの寄付金の一般寄付金、ふるさと橋本応援寄付金、ふるさと納税です。これが、歳入で1億ということだとになってます。これは1億の集めるという目標値というふうにも見えるかなと思うんですけども、この1億円にした根拠というのは、その前年度の寄付額とかを参考に設定されたのか、ちょっとその辺教えてください。何を
あれで1億なんか教えてください。はい、橋本ブランド推進室長。はい、この1億ですけれども、まあ、当初予算要求、積算提出の10月、11月頃の、ふるさと納税の今年度の寄付実績を見ていますと、まあ、1億少し超えるぐらいかなという、まあ、見込みでしたので、まあ、来年度も1億の入りということで、まあ、見込みました。まあ、その後、12月1ヶ月で4300万のご寄付いただくなどしまして、大きく伸びましたので、まあ、今のところは1億3000万の寄付が入っておりますけれども、まあ、この要求時点では、そのぐらいの見込みであったと。で、ただ、議員ご指摘のように、1億円でいいのかというと、当然そういうわけではございませんので、1億円を超える寄付を目指して頑張っていきまして、そして、まあ、補正が必要になりましたら、議会の方に、提出するという形で、考えております。以上です。はい。はい、小西議員。1億円が少ないとか多いとかっていうことではなくてですね、どういうふうに設定されたのかっていうところが気になったんですっていうのが、ここでちょっとこれ関連でいけるのかわからないんですけど、ふるさと納税を、まあ、市外から発信していただくわけじゃないですか。ってことは、こんだけふるさと納税認知度が上がっていく中で、橋本市内から外へ出ていったら、橋本市で控除分出てきますよね。これとの差額であるとか、あと市長言うように、地域へ落ちる経済効果、この3つの視点でここの目標値って出さなきゃいけないんであろうなっていうふうに思うんです。単純に1億円が1億っていうのは理論に合わんなっていうところで、もしお答えできるんでしたら、その控除分でどんだけ市外で出ていってるのかっていう数値がもし分かりましたらお答えください。橋本ブランド推進室長。橋本ブランド推進室長。はい、お答えいたします。平成28年の橋本市民の方のふるさと納税に伴う、橋本 市長村税の控除額、まあ、減額分ですね。それが、まあ、翌年度になりまして、平成29年の市町村民税から、まあ、が減るわけなんですけれども、これが約3800万です。で、ただこの3800万ですけれども、このうちの 75%、ですね、2850万が地方交付税で補填されるという仕組みになっていますので、まあ、実質的な収入源としては950万ぐらいになるのかなというふうに、試算しております。以上です。はい、小西議員。はい、ありがとうございます。思ってたより控除の方が少なかったので、全然悪くない目標値だなというのを確認させていただいたので、また増えるようにですね、引き続き努力していただけたらと思います。ありがとうございます。はい、他にございませんか。はい、高本委員。36ページなんですけども、36ページ、一番上に書いてるので、ちょっとこれがそうかなと思いながら尋ねてるんですけども、カシノイの件なんですけども、454万1000、カシノイのことだったんでしょうか、ちょっとお聞きしたかったんですけど。一番上に書いてる、三色の一番上の、土地建物貸付収入書いてる、財産収入の県の市民課、職名をお願いします。すいません、農林振興課長。農林振興課長。はい、市民農園の貸付収入についてお答えします。現在、各市民農園の利用者と お話し合いを先般から数を持っております。で、実際、市民農園の方は非常にこう管理と草刈り工期と非常にも市の職員が作業をしたりとか、非常にこう金額のかかるようなことになっておりますが、しかしながらこう皆さんが、まあ、ご協力いただいている市民農園のこう管理のご様子を聞きますと、非常にこうそれぞれで
ちょっとすみません、答弁が噛み寄ってないようなもんですけど、はい、このすみません、森振興課長、すみません、市民農園はすべて貸していただいている。農林振興課長、はい、内容につきましては、ファーマーズマーケット、やっちょん広場の用地と、橋本市民族資料館の展示の貸し付けを行っている367万2600円と、農事組合法人国広場、農産物物、直売交流施設組合が10万1100円、それから市民農園貸付収入が58万8000円、週末の事業、はしごファームの農園貸し借り上げ料が18万円となってございます。以上でございます。はい。よろしくお願いします。はい。高本委員。すみません、新野さん、時間少ないんですけど、現在の区画数と何人借り取られるのかお聞きしたいのと、平成29年度と30年度の、まあ、予定している、使用料金、違うんですかね、ちょっとお聞きしたい。はい、農林振興課長さん。農林、観光新農林振興課長補佐。はい、今のお話は市民農園の貸し付け収入に特化してですね、はい、市民農園の、まず区画数につきましては、まあ、305区画ございます。で、利用者につきましては91名、直近の数字で91名書いております。で、予算の今の計上状況なんですけども、昨年まで、そうですね、20平米の市民農園につきましては年額900円、それから33平米の市民農園につきましては年額1500円という計上をやったんですけども、先ほど、まあ、課長の方からありました通り、まあ、いろんなこう経費が加算できとるという中で、本年度、まあ、900円を1800円、それから、1500円を3000円というところで、まあ、予算の計上させていただいております。以上です。はい、高本委員。ちょっと知り合いの方が、知り合いというか、ちょっとお話聞いただけたりするんですけども、草刈り料なんですけども、29年度は35万4千約で、30年度は42万7千円になる予定だと聞いたんですけども、30年度は委託、29年度は直営。どこですか？ごめん、市民農園のところなんでね、市民農園のところ。これちょっとこう項目でどこに入るか、いや多分ご市民の中にどう入るのか見にくいんですけどね、項目として。市民の家のところなんですけどね、それちょっとお聞きしたいんですけども、草刈りのことなんですけども、草刈りがね、平成29年度は約35万4千、これ直営です。30年度は委託で42万7千、委託の方が高ついてるとの、間違ってるんで、ちょっとごめんなさい、ご市民。はい、農林振興課長さん。農林振興課長さん。はい、今のお話なんですけども、まあ、ちょっと説明をしますとですね、実は料金改定、まだ予算計上させていただいてるんですけど、当然利用者さんからのご理解もいただかなあかんなということで、利用者説明会をさせていただいております。その利用者説明会の中にある資料が、今、高本委員おっしゃられた数字になるんですけども、まあ、29年度の、まあ、これ歳入の話なんですが、すみません、ちょっと関連で、29年度の歳出は、シルバー人材センターに委託しとるのが大体8万円、それから直営で行っとる分を試算しますと35万4千円、まあ、足しましたら、43万程度になるんです。まあ、それを、まあ、シルバー人材センターに置き換えようというので、今回、まあ、そういう計上方法になっとると。まあ、そういうことでございますので、決して、まあ、歳出ベースで言いますと、まあ、増えてるわけではない
まあ、直営分を含めるとということになっております。以上です。シルバーの高本委員、はい、シル、私のこれ、見方が間違ってるんですかね。すいません。高本、あの、うん、これ、サイヌなんで、はい、また電板で言っていただいたらいいかなと思いますので、はい、よろしいですか。はい、もう繰り返し聞いてややこしいんですかね。シルバーの、シルバーが、後でやってもらう。後で、また、電板で、はい、わかりました。すみません。他にございませんか。はい、内容ですので、歳入を終わります。ここでちょっと暫時休憩。またちょっと再開します、はい。先ほどのあの海堀公民、八本中央公民館長の発言の取り消しについて、またあのそれと関連して堀内議員の発言について、処理を確認したいので、この、はい、合わせてあの一緒に取り消しをさせていただいてもよろしくございますか。関係するところ断じ休憩願います。あ、断じ休憩、僕を消してからもう消し、はい、はい、消してほしいと思います。それでは先ほどの件について、再開いたします。先ほどの件について、はい、ご了承をお願いたいと思います。よろしくございますか。はい、よろしく。はい、両の発言を、はい、ちょっと断じ休憩します。このまま、この後ここでどうしますか。全般を、全般を進めたら、僕も一個聞きたい。最後まで今日は終わりです。はい、皆さんどうですか。委員の皆さんここで終わるか、ここで終わるか、全体を見てもらって、多数決ですか。僕は続行しようと聞くのはあるのはあるんですか。5時回るんですか。明日昼間どれぐらい聞き払うんですかね。僕あと1個です。たくさん会場の5位回るけど、ね、そしたら続きますか。僕的に議長で一応も任すから。いや、僕いいんじゃない。委員の皆さんで決めてもらって、委員のか半数がいいことしたらいいことでええじゃん。そうです、まあ、そうです。どうでんやったら委員長ってやりましょうよ。1件と、はい、彼何件。僕は歳入歳出全般で2つ。もう僕はすぐ終わります。やるじゃないですか。委員長がもうそれでは再開いたします。それでは一般会議全般について行います。質疑ありませんか。そうです、歳入歳出について一般会計です、ね、はい、終わります。はい、それでは一般会計全般について行います。質疑ありませんか。はい、小西。はい、ちょっと損害者が確認だけです。86ページで、防災の備品のライブカメラのことなども開いていただかなくてもいけるかなと思います。
今日は午前中いろいろありましたので、最後に確認だけなんですけど、その災害台風とか台風のシーズンっていうで夜とか降ったりするとカメラでどんだけ見えるんかなってそこだけ気になるんです。でせっかくこれ予算つけていただいてせっかく買っていただくのでちゃんと見えるで多分距離もあるんですよね、3階からだったら。その辺もまた本当に業者さんと協議する中でまた買っていただけたらと思うんで、そこだけまた買ったらいいけど遠くて分かりにくかったじゃそう当たり前のあれなんですけど、ちょっと最後確認だけはいお願いします。危機管理官。はい、見ていただくためにつけるということでございますので、最新のカメラを使ってですね、見ていただけるようにしていきたいな、そのための調達を今いろいろと研究しております。で、いやもう100点やったそうですね、事前に何かの判断といいますか、河川の導水については事前に、情報がありますので、夜間雨等についてはですね、昇降機で照らす、人力で照らすとか、そういう対応もしていきたいというふうに思っています。他にありませんか。一つだけ、はい、坂本議員。先ほど市民の上の議論はまた市民の上の市民の上の件は後で言ってお聞きします。一点だけ、52ページの債務のところの一番上の地域経済応援ポイント、はい、ポイントってどういう意味か、ちょっと地域ポイント収入どういうことか説明したいと思います。橋本ブランド推進室長。橋本ブランド推進室長。はい、この事業はですね、来年度を初めて、橋本市として、発行ありますけれども、ふるさと納税の仕組みを利用して、で、総務省が進める、マイナンバーカードの普及とか、あるいは、自治体ポイントをつけようという、そういう、事業に対して、で、やるものでして、で、JAL カードとか、そういう、いろんなカードのポイントを使って、この橋本の産品を買ってもらおうという、こういう仕組みでございます。はい、以上です。他にございませんか。はい、堀内議員。はい、すみません、私もページ結構です、今日は一番最初に申し上げた通りふるさと納税について最後聞きますって言うてあったんで聞かせていただきます。で、ふるさと納税は今後、市政発展のために、なくてはならない本当にありがたいお金なんですけども、そこでお伺いするんですけど、こんな風に使いました的な、色付けして、広報なりホームページなりでこう公表した方がいいんじゃないのかなっていうことと、であとどっちかというとソフトにちょっとずつこう色ついていってちょっとずつ使っていっとる感じがあるんですけど、それは公表すればそれでいいんですけど、ハードっていうんですかね、例えばこれをこんなに使いましたドーンといくとか、そういう計画は終わりですか。その2点をお伺いいたします。政策企画室長。政策企画室長。はい、ただいま のご質問なんですけども、今まで、受け入れた、大切な、寄付金を、こういう事業に、充当させていただきましたということについては、現在ホームページの方で公表をさせていただいて、ございます。ですので、今後も、年度で一旦締めた段階でまた更新をするなりして、公表していきたいと思います。また個別の、ソフト事業とそれから、ハード事業といろいろ市の施策というのがあるわけなんですけども、この基金につきましては、橋本市を応援、また、橋本市の元気づくりに賛同していただく方々からなっておる寄付金でございます。で、その上で、橋本市として、これから力を入れていきたい事業に、ぜひとも充当させていただきたい、そういう気持ちもまた理解賛同していただいて、
また寄付してくださる皆さんのお気持ちというものもやはり大切にしていかなければならないと思います。そういうものの中ではそういう希望等をですね、書いていただけるような、まあ、そんな工夫もしながらこの給付金制度というものを続けていきたいと、まあ、いうふうに考えております。で、個別の、まあ、大きなハード事業にということになれば、まあ、それにつきましてはまた政策判断をした上で、この基金、まあ、もしくはまたクラウドファンディング等ですね、まあ、いろんな手法があるかと思いますので、それについては事業に応じてですね、その手法というものも検討していきたいというふうに考えております。はい、堀内。はい、的確なお答弁ありがとうございます。その通りだと思いますので、その通りにしていただけたらありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。続けて最後でいいですか。はい、まあ、最後なんですけど、まあ、僕が予算委員入ってるときはいつもこう最近聞いてるんですけど、まあ、財政課長にお伺いするんですけど、財政健全化の観点で、平成27年からなんで4年目に当たります。でいろんな、議会答弁も聞いてたらだいぶ、国家予算組むにあたって、まあ、残った分がこれぐらいあってっていう、だいぶ財政健全化に近づいているような数字的根拠で、まあ、財政課長が答弁するんでそうなんかなって、まあ、思うんですけども、実際私はまあそこまで数字に強いわけではないので、まあ、今後の展望というか次の5カ年計画でも、まあ、多分5カ年では多分終わらないだろうと思います。でもそれはまあ努力の結果、まあ、あと数年伸びるっていうことで、みんなで努力していくべきであって、まあ、例えば議員報酬であったりとか、まあ、ここで言うべきことではないんですけど、職員さんの給料であったりとか、市長とか、市長さん、特別職さんの退職金であったりとか、いろんな議論があった中で、カットカットの中でこれ進んでいく中で、カットするかしないかは別として、まあ、カット見しとるパフォーマンスであったとしても、まあ、社会情勢がそういう雰囲気であればそれはそれで置いといて、今、まあ、真の財政事情が厳しい中での今回の骨格予算を前向きに考える上で、まあ、要は財政課長のセンスから見るこの見解、あと何年ぐらいで最初、まあ5カ年計画で6億の30億っていう具体的な数字根拠を出とったと思うんですけども、分かりやすく、まあ、僕なんかにでも分かりやすく分かるように、まああと2、3年後こうあるべきであるというような目標を立てていただけたら、まあ市長選挙もございますし、次の骨格予算でね、市長、今の県平木市長が決めた骨格予算を我々、まあ、我々の任期はあと1年ですけども、あと1年ありますけど、やっぱりこの次の平成31年に向かっていく中で、うん、どれだけのマイナスが補填できたんかっていう、まあ、どれだけ 船に例えるとどれだけ穴を塞ぐことができたんか、まあ、そこをちょっとお伺いしたいと思いますので、はい、時間はどれぐらいあるのか分かりませんけど、よろしくお願いします。財政課長。財政課長。はい、健全化についてですけれども、平成27年に健全化計画を立てまして、平成28年の実績につきましては、歳入歳出計画額が6億1700万のところ、成果が、歳入歳出されて7億6900万というようなことで、計画以上の成果となっております。それと平成30年度の当初予算につきましても、歳出での削減見込み、一般財源ベースで6億1500万のところ7億3600万余りということで、計画を上回る削減ということで、見込んでおります。それで、まあ、今後ですけれども、今後については、まあ、人件費については今年策定しました定員管理計画に基づいて、職員の削減等も引き続き行っていきます。まあ、定年延長という話もあるんですけれども、適正な人員配置ということで考えております。それと、交際費につきましては、記載の発行をかなり抑制しておりますので、交際費、記載の返すお金ですけれども、それについては平成34年ぐらいまで、まあ、高止まりになるんですけれども、それ以降についてはかなり減少していくだろうというようなことで見込んでおりますので、平成35年6年頃には、ある程度見通しが立つのかなというふうに思っております。それで、まあ、その間に、歳入歳出である程度余裕ができるようでしたら、人件費についてもできるだけ回復できるようにできればなというふうに考えているところです。はい、はい、堀内委員。はい、分かりやすくてありがとうございます。まあ、まあ、仮にあったとしたら35、6年ぐらいが、まあ、
A ラインなんかなということなんかなというふうに聞こえたんですけども、まあ、当然それに対して、人件費いつになったら職員さんの人件費戻せるんよっていうのもやっぱり数年後には見えるよ、見える顔してあげないと、頑張ってる若手職員とかカットされてる人が、まあね、当然僕一般層もしてるんで管理職、憧れの管理職なんでそれぐらいの椅子であってほしいというのも矛盾してはいかんので、やはり財政健全化の、骨格がそこにあると。で、見えれへん部分で言うたら、僕もまだ勉強しとる途中なんでわからないんですけど、物件費っていう形で人件費がこう入ってくる部分がどうしてもちょっと分かれへん部分があるんで、ここをもうちょっとどれだけスリム化できるかっていうことと、であとは当然、平木市長が司会委員の時から先導言ってる時間外ですね、うん、ここをどれだけできるか、これをきっちりこの1年あと1年2年でやって、平成に、まあ、本来であれば平成31年2年に、まあ、財政健全化5カ年、まあ、6年で職員さんの給料なりが、まあ、健全化すれば、やはりやる気とかそういうのももっと出てくると思いますし、まあ、退職これからされる皆さんには大変、姿勢発展のためにお世話になったんですけど、新しい人も若い方も雇えるというふうな、入り口を広げる、まあ、前向きな橋戻しになるために、この先生30年並びに31年であってほしいなというふうに思いますので、今後ともまたよろしくお願いいたします。もう答弁は結構でございますので、はい、ありがとうございました。他にありませんか。内容ですので、これをもって質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論する方ありませんか。はい、中本委員。そしたらすみません、一般会計予算30年後の一般会計予算について反対の立場でちょっと討論させていただきます。平成30年度の橋本市一般会計予算は、もう市民生活、市民の願いに応える施策にいくつか、まあ、予算計上されていることは確かにございます。子育て支援では私は一般出動しましたが、私学援助の入学準備金の支給が小学校でも来年3月に前倒し支給される予定で、消防費でも、なりましたが、災害対策で排水ポンプ車の購入、高架規格救急車の購入、まあ、そして、移住促進の、事業についても、推進しているところがございます。まあ、しかしそのした中で、市民の生活、市民の暮らしに大きな影響を与えている、まあ、市民市職員の給与カット、市民生活の足を守るコミュニティバスなどではデマンドタクシーに導入されましたが、利用者の減少が続いています。現在も市民生活に貢献する市営住宅への、空き家入居の募集が、まあ、あまりの、少なすぎます。所得の少ない若者の入居を促進すれば若者の定住につながっていくことと思います。まあ、そして、まあ、生ごみ、堆肥化奨励金も、まあ、いよいよ来年、次期平成31年度から一部を除いて廃止になっていきますということで、市民負担がそこにも表れていることと思います。まあ、私思いますのは、なんといってもね、これなんですよ。市民の消費、購買が、地域経済を支える主役になっていることは間違いなくあると思います。市財政が厳しいからこそ、来年の、将来を見通した、財政健全化が必要だと思います。先ほど言いましたように、コミュニティバスを充実させることも、町に活気を呼び起こして、地域経済の活性化に大いに貢献していくことと私は思います。財政導入の優先順位を見直していくことと、市民グルメの街づくり、市民の暮らしに役立つ、そういった財政の立て直しがどうしても急務だと私は思いますので、そのことを求めて、今回の、30年度の一般会計予算について反対いたしたいと思います。よろしくお願いします。次に賛成の立場で討論する方ありませんか。はい、はい、小林。平成30年の予算なんですけども、財政厳しい中、適切に、経過を与えてくれていると思いますので、賛成させていただきます。他に討論する方ありませんか。はい、これより、議案第1号、あ、すいません内容ですので、これをもって討論を終結いたします。これより議案第1号、平成30年度
橋本市一般会計予算についてを採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数であります。よって議案第1号は原案の通り可決されました。お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ散会し、2月26日月曜日午前9時30分から会議を開くことにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか？よし、はい、ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。本日はこれにて散会いたします。お疲れ様でした。